今日は朝から衝撃的な出来事がありました。言葉よりも見ていただく方が早いかなと思いますが、外に出たらですね、鳥が落ちてました。綺麗だな。これをどう見るか、食材と見るのか。いやー、衝撃やな。綺麗だな。しかしなんで死んだんだろう。外傷がないんで、病気じゃないのっていう心配した人もいるんですけど、ちょっとこれを伝えたらですね、こんな都合よく落ちてる。マジか。これさばく時全部刑務知るんだよな。いやー、マジか。どうしようこれ。ウイルス感染、コロナ、ここまで。しかしこんな綺麗なね、鳥がこの森にはいるんですね。森が生きてるわ。いや、こんな出来事はそうないよね。いや、マジでどうしよう。朝一から綺麗だし、ちょっとかわいそうですけどね、死んじゃって。何なんだろう。クレイジー。おーおー。いやー、マジでこれどうしような。まあ、食べたいなとは思うんですけど、やったことないしね。でもまあ、サイズ的にも種類的にも、まあこれ多分初心者向けなんじゃないかな。うん。これが巨大なイノシシとかだとちょっときついですけどね。巨大な鹿とかだったり。まあ、いいサイズで落ちてるな。こんな都合いいことある？衝撃すぎでしょ。さて、これから生地をさばいていくんですけども、まずは、この羽を、きれいな羽をですね、むしっていきたいと思います。非常に名残惜しいですね。なんか愛着まで湧いてきちゃったというか、うん。いやー、きれいだな。かわいそうですけどね、このまま朽ちてウジ虫に食べられるよりはですね、この尾っぽの羽もきれいに、取ってあげて、私の血と肉となってもらいましょう。それではまず何からどうやればいいのか分かんないけどな。なんかむしるって結構すごいな。無理やり取ってくんでしょ、あるものを。ちなみに台所でやらないのはですね、まあ羽をむしった後そのまま自然に返せるかなと思って、こういう場所でやってます。ではちょっと思い切って早速、おお、取れた。ほう。綺麗だな。これは何という生地なんでしょうね。まあ一般的になんか見たことある、ちょっと個人的に知ってる生地とはなんかちょっと違うな。はあ。ねえ。なんかすごい綺麗だな。なんか美しい、何度見ても。ああ、ああ、かわいそう、かわいそうというか、まあ死んでますけどね。この羽は取っていいんだよね。へえ。うわー、なんで死んじゃったんだろうな。そこは謎だよね。ああ、ちょっと待って待って待って。結構、羽をむしるだけでも結構精神的にくるな。羽毛がすごいなあ、これ。美味しく調理してあげることがね、最高の供養だと思いますんでね。こんな機会がいきなりやってくるとはね。すごいあったかい羽毛に包まれてるな。これは寒くないでしょうね。うわっ、うわあ、鳥、普通にスーパーで売ってる鶏肉の身が出てきた。当たり前だけど。